コアチャ・アスルメンディは、スペイン・ビスカヤ県アモレビエタエチャの出身の料理人。バスク州ビスカヤ県ララベツにあるレストラン、アスルメンディのオーナーシェフ。アスルメンディスペインにおけるレストランの位置1977年に、バスク地方のビスカヤ県アモレビエタエチャノに生まれ、レオアにあるレオアホテル学校で学んだ後に、バシェリ・マイテア、アサドール・サルドゥア、アンドラ・マリ、マルティン・ベラサテギ、ムガリッツ、アサドールエチェベリなど、バスク地方の様々なレストランで働いた。25歳だった2000年には、第3回スペイン若手料理人選手権で優勝した。2005年には、革新的な料理技術を称えるバスク料理界のピルピル賞にノミネートされた。2006年には、国際的な料理学会である、マドリードフュージョンで、新進気鋭レストランにノミネートされた。2007年には、エウスカリ賞のレストラン部門を受賞した。2008年には、ガリシアガストロノミー会議で健康料理賞を受賞した。自身の名を冠したレストラン、アスルメンディは、ビスカヤ県ララベツにある。伝統的なバスク料理に革新性を加えており、マルティン・ベラサテギや、フアン・マリア・ルサックなど、新バスク料理の担い手の系譜を受け継いでいる。また、アチャ・アスルメンディはワインにも通じている。2014年にはアメリカのエリートトラベラー誌による世界のトップ100レストランで第7位に選ばれ、2015年には第3位に選ばれ、2016年には第2位に選ばれた。2014年にはオピニオネーテッドアバウトダイニングのヨーロッパのトップ100レストランで、第19位に選ばれ、その年の初登場最高位を記録した。2015年には一気に浮上して第1位に選ばれた。レストラン誌、世界のベストレストラン50では2014年に初めてランクインして26位となった。2015年には19位となり、2016年には16位となった。2007年にはミシュランガイドで1つ星を獲得した。2010年にはミシュランガイドで2つ星を獲得した。2012年にはミシュランガイドで3つ星を獲得した。前年から3つ星を獲得していたマルティン・ベラサテギ、アル・サリエーダ館、ロカ、サンパウ、アルサック、アケラレに加えてアスルメンディとキケ、ダコスタがこの年に3つ星に昇格している。この7軒のレストランのうちアスルメンディを含む4軒はバスク地方のレストランだった。ありがとうございます。